Let's play one song 忍へ。忍へ奏者の井上真美です。一曲解説シリーズにようこそ。今回は、ズイズイツッコロバシです。では、早速、始めましょう。この曲は、昔から日本に伝わる

江戸まで運んだそうですよ。この行列のことを、茶粒道中とか、宇治茶粒道中と呼ばれていたんですって。茶粒の扱いには最新の注意が払われ、行列が通るとなると道中の村々は道を吐き清め、大名まで馬から降りてお出迎え。 村人も仕事を休んで息を潜めて静かに行列が通り過ぎるのを見守る。まるでお殿様が通るといったような一大イベントですね。それが慶長18年から約20年以上も続いたそうです。行列が通る間、粗相があってはいけませんからね。そりゃもう天やワんやの大騒ぎ。 という様子を歌ったのがこのズイズイズッコラバスそう思って改めて聞くと大慌ての様子が浮かんできますねなので曲のイメージとしては元気よく生き生きとやっぱり遊び歌なので楽しく吹きたいですね楽譜を見てみましょう4分の2拍子ですよ 同じ音が続く場面が多く出てきます。また、ゴーペケ、ニーペケといった半音が出てきます。この曲のゴーペケは、ソのフラットではなく、ファのシャープになります。ニペケは、での フラットではなくどのシャープです。ハテナと思われた方笛の楽譜をちょっと確認しておきましょう。半音にはフラットとシャープがあります。フラットは半音下がった音。シャープは半音上がった音です。 半音と半音で全音となるのですが、鍵盤で見てみますね。例えば、ドとれの間、白い鍵盤と黒い鍵盤部分があって、次のレに映っていますね。ここが半音、ここが半音、合わせて全音なので、 どとれの間には全音分の開きがあるという考え方です。でとみの間も半音部分と半音部分でみに移っているので、ここも全音分の開きがあるということになります。でも、みとファ 間には、国権がありませんね。なので、ここは、半音,音分だけの開きということです。つまり、ど、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ。超音の音階には、全音、全音、半音、全音、全音、全音、半音といった、音と音との間隔の決まりがあります。 ちなみに、この黒剣に当たる部分の音を私たちは半音と呼んでいますよ。こちらを見てください。どの音から半音上がるとどのシャープ。での音から半音上がるとでのシャープ。 ファの音から半音上がるとファのシャープソの音から半音上がるとソのシャープラの音から半音上がるとラのシャープということになりますまたしの音から半音下がると シのフラット。ラの音から半音下がるとラのフラット。ソの音から半音下がるとソのフラット。ミの音から半音下がるとミのフラット。デの音から半音下がるとデのフラット。 ということになります。つまり国権はフラットとシャープが同じ場所に存在していますね。西洋音楽ではフラットとシャープを使い分けていますが、笛の楽譜はどちらも同じ表記を使用しています。低音も高音も同じですよ。ちなみに、随いずっころばしに出てくるゴペケは、ファの シャープ p にぺけはどのシャープです。半音の存在少しわかりましたね。半音についてもう少し詳しく知りたい方は、はじめをしのべレッスン6、半音の中で詳しく説明していますので参考にしてみてくださいね。演奏する前にもう一点。 ゴーペケ、ニーペケの指使いを確認しておきましょう。左手がこの部分。右手がこの部分ですね。ゴーペケは左手薬指を開けます。ファの音から半音上がりますよ。 ニーペケは、右手、薬指を開けます。どの音から半音上がりますよ。ゴーペケ、ニーペケについて、もう少し詳しく知りたい方は、ワンポイントしのべその6、ゴーペケ、ニーペケ、上達のコツの中で、 詳しく説明していますので参考にしてみてくださいね。では楽譜に戻りましょう。スタッカートがあるので、軽やかに、生き生きと受けそうですね。半音にもスタッカート。舌を使って短く切りますよ。このあたりは続きますね。 元気よく吹きますが、元気な中にもやはり強弱は必要です。なので、音の強弱をわかりやすくするために、大、中、小の音玉で表しましたよ。まずは一行目です。一小説明は、大、中、大、中の組み合わせ。 二小節目は、大、中、中、そして、小、小で、軽やかに跳ねる、スタッカートですね。三小節目は、大、中、大、中の組み合わせ。四小節目は、中で、スタッカート。吹いてみますね。 二行目の一小説目、二小説目とも、第中、第中の組み合わせ。三小説目から四小説目の一拍目までを、チュー、チュー、チューでスタッカート。ここ二拍目は、中、小から始まって、次の三行目の一小説目に続ける意識で、 爆半の半に向かって山を作りましょう。そしてここは中。二小節目は大中。半音は優しく、三小節目にかけて小、小小小とスタッカートでつなぎましょう。ここまでを吹いてみますね。 ここからはさらに、スタッカートが続きます。ここ4小節目は、小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 のスタッカートで入り、4行目の1小節目の1拍目、小、中につなげ、半音部分は中、中。音程が上がらないようにちょっと注意ですね。2小節目は、 第中、第中の組み合わせで3小節目は第でスタッカートスタッカートしながらだんだん大きくクレッセントしていますそのまま4小節目から5行目の1拍目までを第、第、第で跳ねましょう3行目の4小節目から 五行目の一小節目までを吹いてみますね。五行目の二小節目、一拍目は山を作り、小、小、小で三小節にかけて、小、中、中 大のクレッシェンド。スタッカートしながら、だんだん大きくしますよ。4小節目、5小節目も同じパターンで吹きましょう。山を作って、小、小、小で跳ねて、小、中、中、大。小から大へのスタッカートでクレッシェンド。ここまでの4小節吹いてみますね。 最後の4小節です。大、中、大、中の組み合わせ。裏山で山を作って、大、中。中から大で伸ばして、ラストは優しく、小でスタックアト。吹いてみますね。 では音楽に合わせて吹いてみましょう構成は前奏4小節1番です スタッカートが入ると楽しいですねスタッカートについてもう少し詳しく知りたい方はワンポイント忍びえその15同じ音が続く場合の吹き方の中で詳しく説明していますので参考にしてみてくださいねさて次回のレッツプレイワンソング忍び絵は赤とんぼお楽しみに チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。